皆さんこんにちは。クラスター内メタバース住宅クリエイターズマンション管理人のナビコーと申します。今回は新しくマンションに入居された武田カルパッチョさんのお部屋をご紹介していきたいと思います。今ここはクリエイターズタウンですね。この中にマンションが2棟建っております。それぞれのマンションに入居者さんがいます。では早速、武田さんのお家は1号棟ですね。1号棟に行きましょう。参りました。こちらがマンションホールです。右手にカフェ、左手にスタジオ、真ん中にエレベーターがあります。武田さんのお部屋は302号室エレベーターで行きましょう。こちらが3階です。3階を降りてすぐ右手、こちらが武田さんのお家ですね。じゃあお邪魔しましょうか。公開許可は後ほどご本人に取りたいと思います。入りました。どうでしょうか。このお部屋素晴らしいですね。もうパッと見、こう現実のお部屋とも見まがうんじゃないかなと思いますね。写真じゃないかとね。でもこうちゃんと動きますね。このようにね、すべて 3D でできております。このクオリティ、クラスターここまでできますね。ワールド制作者さん次第でここまでクオリティの高いものができる。お部屋の構成としてはまず、お部屋があります。で、ベランダ、バルコニーですかね、があります。で、お部屋の上に、屋上がありますっていう構成になっておりますね。このオーシャンビュー。周りは海ですね。こうマンションの一室に入ってなんでこう海があるんだっていうのはちょっとね、疑問に思う方もいるかもしれませんが、そこはね、やっぱりクリエイターズマンションですので、クリエイターのこう発想をできるだけこう、ね、阻害しないようにしていきたいということで、このお部屋周りのね、このビューに関しては、バーチャルウィンドウっていう設定にしておりますね。バーチャルウィンドウの仕組みがあるので、景色は好きに変えられるっていう、そういったマンションの設定になっております。いいですよね。景色が変えられるのはこのオーシャンビュー、素晴らしい。では、お部屋の中見ていきましょうか。こちらの鏡ちゃんと映りますね。ちゃんとアバター映ります。その他の場所も映りますね。あとこうお写真が飾ってありますね。小物も本当素晴らしいですよね。インテリアが素晴らしい。時計もあります。ちゃんと動いてますね、この時計。で、真ん中にスクリーンあります。これ、クラスターのね、スクリーンですね。ここに画面共有で、入室した方のパソコンのデスクトップの画面を映したり、動画ファイルを映したり、画像ファイルを映したりっていうことができます。なので、ここでね、みんなで撮った写真を眺めたりね、クリエイティブなことをしてる、作業の様子を映したりしながら楽しめる。そういう光景は最近よく見ますね。とても楽しいですね。で、ソファーがありますね。この布の感じすごいですよね。絨毯の感じも、すごくリアル。
で、奥側に行きますと、私のお気に入りのポイント。このね、椅子いいですよ。ここの空間はとてもいいですね。こんな感じで。この植物越しにね、こう、海が見える。で、ちょうどここから見ると、ね、水面に反射する光が綺麗に見えるんですね。で、今私は PC で、閲覧しておりますが、VR で見るとね、これまた違う楽しさがありますね。グラフィックで言うとなんか PC の方が綺麗かなっていう気はしますけど、VR で入ると本当臨場感はすごいですね。本当に。これはね、やっぱどちらも楽しんでほしい。で、スマートフォンでも見ることができます。で、まあもう一つお気に入りのポイント。こちらですね。ここはもう完全に海を眺められる。この開放感。時を忘れますね。癒されます。でも。ちょっと仕事の息抜きにね、ここに来てね、まったりするっていうのは本当おすすめです。それでは続いて屋上に行ってみましょうか。屋上に上がるとピアノがあります。あと椅子もありますね。屋上から見るとちょうど下が水面になっているので、もう完全に海の上にいるようなこう感覚が楽しめます。で、ここでピアノで演奏するっていうのはまた素晴らしいですよね。ここで演奏してる様子をね、YouTube とかで配信してもいいでしょうし、まあ、イベントでね、演奏会をやってもいいでしょうし、まあ、そういった楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。でもやっぱりこう海がこう水面が動いてると時間が流れてる感じがしていいですね。本当に、ね、他の、まあ、このクリエイターズマンション今結構入居者様が増えてきていて、お部屋も今たくさんあるんですけれども、どのお部屋ももうね、捨てがたい素晴らしいお部屋ばかりで、そちらもね、今後動画にしてまいりますけれども、素晴らしいですね。はい。で、このワールドに入る方法なんですけれども、クラスターというね、まあ日本の会社のメタバースプラットフォームがあります。これ多分国内で一番まあ使われてるんじゃないですか、有名なんじゃないかなと私は思ってますけど、今ね、そのクラスターっていうね、メタバースプラットフォームの中に作られたワールドです。まあ私が制作したクリエイターズマンションっていうワールドがありまして、その中に複数のお部屋が今入っているっていう状況ですね。その中の一室ということになります。なのでクラスターにまずログインしてもらう必要があります。で、クラスターの登録は簡単ですね。ツイッターがあればツイッターでログインができます。で、そのままスマートフォン、PC、VR、クエスト2とかですね。で、入ることができるので、ログイン、新規登録がまだな方は登録していただく。ツイッターでログインしていただく。で、まあ、プロフィールなんかもね、設定していただいて。で、すでに、クラスターのアカウントを持っている方はそのまま入って楽しむことができます。クリエイターズマンションで、まあ、ワールドを探していただければそこからね入ることができます。このね景色は本当必見なので、ぜひ入ってご覧ください。ということで今回は武田カルパッチョさんのお部屋をご紹介しました。また引き続き他のね、お部屋もご紹介していただくので楽しみにしていてください。ということで、クリエイターズマンション管理人ナビコーがお送りしました。それではまたねー。